公殿とは、律令制において公が所有している殿時、二十歳のこと。なお、その概念は時代によって異なるために注意を要する。高地公民制を掲げていた、律令制初期においては、原則として土地は全て公のものであり、区分殿など、その土地利用する権利を持つ者が定まっている有主の土地を支伝と称するのに対して、この場合の公殿とは、 反伝の際に余剰となるなどして、無主の状態に置かれている電磁、二十歳であるノりタと同義であった。ノりタは何らかの事情で、区分電が使用不可能となった場合の代替地として、用いたり、諸国でこれを陳訴して、実施収入を得て、大上官に送るなどの措置を取っていた。ただし、律令法は、中国律令の移入であったために、その意味に、多少のブレも生じた。 すなわち、電量及び苗房化の説では農理田のみを公電と、称したが、関電や、駅伝、直子電、神田、寺田などの公的、純公的目的をもって経営され、その収益はすべてその目的に利用されるために、素養帳が徴収されない、冬素電の扱いを受ける土地についても中国律令の影響を受ける形で、公の目的に資する土地として、 公伝の範疇に含まれる場合があったと考えられている。天平年上以後、元来自伝と考えられていた区分伝のことを指して公伝と称するようになった。これは、根伝永年資材法によって、私根伝が公の支配を受けない自伝として確立し、これに対する概念として公の支配を受ける土地を公伝と称するようになったからと考えられている。また、 時代は下るが、演技式によれば、根伝でも公焼が整備した溶水などに依存して、工作している場合には原則として、公の支配を受ける公伝であると解されている。区分伝は原則国家に酵素を納入する輸送伝であるが、平安時代に入ると、昭円や区分伝でありながら、冬の剣、腐乳の剣などを持って事実上の免税地と化した冬素殿などが登場すると、 光電の範囲はさらに狭まり、輸送電のみを光電と称するようになった。さらに、遠休所遠征リレー以後には、国画料のみが光電と呼ばれることになった。中世に入ると、従来とは別の意味で、光電という用語が使われるようになり、苦電という呼び方が一般的になる。事情においては、干物部分を国画に、雑液部分を領主である寺院に納付する、雑液。 面打を指した。これは、干物部分は領主である寺院には入らずに酵素として納付されるからである。鎌倉時代、室町時代においては、公による建中を経て、大田分によって確定された低句辞典を指した。低句辞典は、所領中の一定割合の範囲を指し、特定の田畑を指すものではなかったが、諸島干物、御家人役、一国家平均役、 単線などの付加基準とされた。鎌倉時代には、従来の国画領をはじめとする公領と地頭のみにしか、低句時伝は設定されなかったが、南北朝の内乱を通して、守護、地頭権力の浸透が進み、すべての大田分岐最地に適用されるようになった。が設置された、昭円戦国大名もこれを継承して、神高の基準としたが、次第に、大名独自の検知。 検知庁が採用されるようになり、旧来の大田文に基づいた光電概念は規薄化していくことになる。最終的に太抗検知による国立化制導入によって解体されることになる。中国においても自伝の対立概念で用いられる。伊田製においては土地を三々に分割し、周囲の八区画を人民が耕し、中央に残された一区画を 公殿として八区閣の人民が共同で工作して、領主への税に充てたとされている。破壊後には、遁田や公開殿、式殿、学太、駅殿などが公殿として扱われ、その制度の一部は日本でも採用された。東大以後には、関殿とも呼ぶようになる。朝鮮半島において、高来末から、李氏朝鮮時代に、家電法の下で、収祖権者によって、 死殿と公殿とに分けられ、公子殿もに一欠の生産能力の10分の1で、ある30都が収祖剣者の取り分とされた。公殿として、軍師寺貴族の軍師殿、王室貴族の三笹殿、倉庫殿、宮寺殿、官府貴族の寺師殿、神社殿などがあった。栄く地域振興課8ページ。ありがとうございます。